はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル魔術師編、やっていきたいと思います。この玉ねぎ剣士さ、いつ移動するの？まあいいや、別にイベントを進めてるわけではないので。で、今回はまずレベル上げからしましょう。2頭を倒してね、ソウルがだいぶあるんで技量に振っていくか。このもう技量に振るさ、意味をあんまり見出せないんだよね。だったらなんか体力上げていきたい気もするけど、まあいいや。まあ、今回は初魔術師ということで、まあ、技量も上げてって、まあ、どういう風に変わってくるかを見ていきましょう。じゃあ今回は小ロンド遺跡4人の子をですね、倒しに行きたいので、じゃあちょっと小ロンド遺跡まで行きますか。はい、じゃあ小ロンド遺跡ですね。そういえば1時の呪いがないんで、これを回収していこう。2つ、倒してればまあ手には入るからね。まずは2つでいいかな。ただ小ロンド遺跡はあんまりやってないんで、どうしよう、装備するか。どこだ呪いで、ここから使っていこう。敵はね、まあ1体ずつ確実に処理していく。強い、ほんと月光の体験、強い。上に登ってイングバードだっけ、あの封印の鍵持ってるやつ、あいつ遠距離からな、狙撃したい気もするんだよな。まあ、ここら辺の邪魔なやつはどん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 倒していこう。これ魔法でさ、結晶出しとくで、たいげここここ痛い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 。もうここはね、訳が分かんないから、ちょい待って、ちょい待って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 、え、食われた。うわー、一時の呪いがあと1個しかない。さて行きますか。もうちょっと慎重に行こう。少しあそこ突っ込みすぎたね。もうこれで一時の呪いがないんで、敵は倒しながらで、吠える竜印の指輪はねちょっと外して、貪欲な金にしてアイテム発見力を上げてます。それでアイテムドロップ率が上がってくれれば、まずこいつを処理するでしょ。でその後ここら辺からまた出てくるから、後ろの方とかから出てくるんだよね。そういうのを注意しなきゃいけないんだな。ここら辺、ここら辺、ここだな。いた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 、背を向けてしまったけど、一回こいつを倒そう。で来るからこいつも処理。アイテム落とさない。あ、落とした落とした。ギザギザー。でもまあギザギザがあればダメージは通るのか。で、なるべく巻き込んで、ギザギザー。またかよ。今ギザギザよりさ、普通に一時の呪いが欲しいんですけど。ルートとか忘れちゃったな。痛い。あれ、ここアイテムだけ。ちょっと呪いが効いてるうちに、こっち行ける、こっち行けるわ。呪いが効いてるうちになんとか。あれ、何こいつ、こんなやついたっけ。よし、呪い赤目だったね。幸せが必要。ちょ、見えない見えない見えない。でここか、このはしごも結局よく分かんなかったんだよな、何のためにあるんだか。
おお、怖い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 よ。え、どこにいる、どこにいる。ちょっとロックすると引き込まれそう。で、ここ上にね、イングバードが見えるんだけど、どうする、狙撃してみる。よし、一時の呪いはだいぶ回収できたな。ここ弓で狙撃できるの、黒火炎壺をね、なんかね、投げるみたいなんだよね。例によってやったことないからよくわかんないんだけど、黒火炎壺にして一番上にして投げる。全然ダメじゃん。あ、弓だ、そう、弓、弓にしてめちゃくちゃ上を見るんだ。なるほど、ちょっとわかんないから普通にやろう。ほい、めちゃくちゃ敵対してんな。まあいいや、このまま君は死んでくれ。オッケー、封印の鍵ゲット。先へ進んでいきましょう。アイテム回収はいいかな。で、ここもここからジャンプでしょ。ほい、オッケー。で、いった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 。ちょっとちょっとちょっと、こいつらマジ壁を貫通してくるからね。まずは封印を解きたい。封印という名のただの鍵。黒火炎壺だったあれ、どっちだどっちだどっちだ、こっちじゃなくね、こっち上か。もはや俺どこにいるんだかわかんねえ。なんかアイテム、アイテムゾーンに来たな。コンポジット棒、攻撃力的にはね、多分コンポジット棒とかの方が強いんだけど、アリサ長いからね、やっぱりそれがいいよね。どっからどう行くんだかわかんなくなっちゃった。いや、これもアイテムだな。もう呪い切れちゃってるね、人間性来てんな、すげえいっぱい来てんな。あの中にいたやつらが全員来たんだな。ちょっとちょっと逃げる、やばいやばい、飲みたいけど一回だけ飲もう。ヒットポイントが少ないからな、ほんときつい。でマジどこだっけ。え、あ、ここよ、ここ。もうこれさえ回しちゃえばね、あとはなんてことはないから。で、どっから行くんだ、ちょっと飛び降りる。これどこに来た、あ、ここに来たのか。ちょっと待って、すげえわかんねえとこに来た。ダークレス、何、一体だけだったら2発だな。よいしょ、オッケー。さて、ここに出てきたってことはだよ、どっちに行けばいいんだどこだこれは。こうの、あ、ここはわからん。いきなりダークレイスが出てきそうだな。ここら辺もうちょっとやっておくべきだな。あの上とかどうやってメッセージ残したんだ。で、こっちは飛竜の谷に行くところだから、あれ、どっからどう行くんだ。
死んでしまった。まあいいや、死んだ方が道がわかる。こっからはね、もう慣れてるからね、死にまくった経験上。ほい、でここからはちょっと慎重に行きましょう。ダークレイス、こいつを処理する。ひるんでくれればな、楽なんだけどな。さすがにそうもいかねえか。でここでどうする、呪いを使うかどうかだね。またアイテムを回収しに行く。なんだよね、まあいいか。さて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 、追尾を出しとくか。弓になってんな。追尾を出しておいて、これでダークレース対応しよう。痛い、今のは多分亡霊だな。散った、追尾が散ったわ。やべえ、そもそもさ、タイローシフ倒してねえじゃん。アルトリウスの契約持ってない。おわ、めんどくさい、これはめんどくさい。めんどくさいけど行くしかない。期間のコッペンで帰ろう。タイローシフよ、アルトリウスの契約をよこせ。今回魔法で行きましょう。なんか体験の方が戦いやすそうな感じはするけどね、素早いからね、こう距離を保ってうまく魔法を当てられるかどうか。スズメバチは取っておいて、早い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 。追尾をちょっと出してる暇がないぞ。これ出して、おお、まあ強いね。でもあとはうまいタイミングで追尾を出してというとこだな。この時だな。いけ、よし、追尾だけでこれ勝負決まりそうだな。あとはでかいの食らわないこと。ガードとスタミナには気を配って、もう2発かな、攻撃をすからせて距離を取って追尾。もう一発、かわいそうに。タイローシフよ、アルトリウスの契約はもらった。貪欲貪欲貪欲者はどこにあるか分かんない。おお、いっぱい入ったね。間に合った、貪欲者57,600。一応これもねつけてきたんですよね。じゃあ外して、これももういいかな。機関のコッペンで帰ろう。またどこだ、あった、66,000か。また技量を上げますか。いまいちな技量が実感できないんだよね。ここで上げて31。さて仕切り直し、ちょっとここからはまた丁寧に行こう。呪いは使ってないからこいつらはしかとやり過ごして。あれ、さっきこのアイテム取ってなかったっけ。一時の呪い、よし。でこっから、こっから慎重に行こう。一体ずつ体験で処理する。追尾はねボスで使いたいから取っておく。無駄で、ここで呪いを使おう。そうか、死んでないから残ってんな。一体ずつ釣ろう。大して経験値なかったな。
ほら、ちょ待って待って待って、うわ、いって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 、いつの間に、よし、あれどこ行った、あれあのスライムみたいなやつこっちまで来てんの、めちゃ来てんだけど、セーブはもったいない、決勝やりももったいないからな、これでなんとか、ちょ待って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 、どこにいる、ボーレイ君がいきなり出てくるかな、こいついたっけ、当たる、当たらんのか、魔法通るね、いて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 、ひどい、こんなスライムごときに苦戦するとは、あなんかなんかヘドロがついてて、すげえ動きが鈍いんだけど、治った、ちょヘドロ射程長くないか、まずお前だ、お前も処理する、もう一個結晶した方がいいかな、強いソウルの矢は1個でいい、なんかそんな気がしてきた、ゲスト使いすぎだよ、この亡霊がどっか行っちゃうのがすげえ鬱陶しいな、ダークレースもう1体いるからね、まあ、もう1体どころじゃないんだけどさ、いや食らったよまとめて倒す、よし、いやー4人の攻防戦不安だ、宝箱なんだっけこれ、おお塊か、いいね、もういいや、そのまま行っちゃおう、アルトリウスの契約つけないとね、せっかく持ってきたんだから、事故死する恐れがあるから、途中のところから行こう、で一回落ちればアルトリウスの契約はもう外して大丈夫なはずなんで、結晶をセットしつつだな、この落下中に、よし、吠える竜鱗、オッケー、あれ死んだ飲まれた、つけとかなきゃダメなんだ、4人の子をクリアすれば、神兵の闇に飲まれたって書いてあるこんなのがあるんだ、しかもこっからだし、転送しよう、さてじゃあ行きますか、まずは結晶塊をセットして、もうアルトリウスの契約はつけてあるんで大丈夫で、ここら辺から降りよう、まあ、本当はね一番最初のところで全然いいんだけど、危ねえ危ねえ危ねえ、引っかかったよね今、この引っかかるシステム本当やめてほしい、で塊出してどう戦うかだよね、どこだ、このさ位置取りで大丈夫、あしまった、てか結晶が発動しないな、あ発動した、あこれって吸い寄せられるんだっけ、あやばい、こいつ本当にさ一定の距離を保つのが難しいよ、 あとエストミンね、2体目が来たな、距離感もあんまりつかめないしな、やはり接近してがいいのかな、決勝やり使おう、ほら
近づく。よし、でこれ出して、いていていて、ちょ待って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 、あれ、ガードして、これまできちんとガードしよう。で、吸われる、まだ生きてるか。エースと飲まないとまずい。この距離か、ちょい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 、やばいやばいやばい。で、いやむずい、魔術はむずいな。月光の体験でやっぱ近距離戦の方が良さそうだね。作戦変更、追尾を出してこれで行こう、剣で行く。で重装の方が良かったな、そうすると。これで近づく、やばいやばいやばい、捕まれる、捕まれた。これ一発で死ぬかな。大丈夫大丈夫ではあった。このままゴリ押す、1回目はこのままゴリ押して、ここで回復しよう。で追尾、追尾を出す。さてここからまた攻撃、これは逃げる。この間に追尾を出そう。そして剣に切り替えて、オーラッ、よし、これでまた追尾、体力はマックスに保っておく。お、余裕があるね。追尾が1セット入るだけでも全然違うな。あれ当たった今。そもそもでこれやってる間は追尾セット、そして接近、この間に攻撃をかます。よーし、 OK、 3体で終わったね。いやこれいいな。ただやっぱり4人の方は接近戦だね。分け与えられた王のソウルゲット、人間性は4つ。あそこに俺のソウルがあるけど回収するまでもないと思うんだよね。あ、また例によって装備しときゃよかった。まあ、いや帰ろう。で次グイン戦なんだけど、まあ、グイン戦だけ単独で取ると多分なんかすぐ終わっちゃいそうだからね、このまままとめてグインまで行っちゃいましょう。あとグインをどう戦うかだよね。また決勝出して、でもあいつ早いからな、決勝出してる暇があるかっていうのも一つあるんだよね。まあ6万ソウルあるんで、よく分かんないけど、実感ないけど技量に上げとこう。月光の体験はマジで強いね。ジャーンプ、じゃあソウルを注げますか。お、これ全部一気に捧げてくれた。で黒騎士は丁寧にやっていこう。塊はただね使いたくないんで。あ、もうアルトリウスいらないわ。こここそ、あー、メバチかー。いや、でも今回は地名を狙わないんで、あくまでも魔法を使って倒していくから、吠える流因だな。で、黒騎士は
月光の体験で処理していこう。うん、致命取りたかったな。ほいほい、4発か。片手振りで4発。あ、隠れ塊。2体目は体験か。どうしてもね、ヒットポイントの低さとこのスタミナの低さがめちゃくちゃ気になる。後ろを取って外した。これでもさ、このままご利用せんじゃん。体験ゲット。使うだけの筋力ないけどね。体験はちょっと重すぎだよね、黒騎士。一応ね、黒騎士の剣とね、不装はね、使いやすいと思うんだよね。であと大物はどうだろう、火力はありそうだよね。あんまり大物使ったことないんでわかんないですけど、黒騎士一式は取っておこう。こいつを処理してからにしよう。来るから。後ろ回れるかな。まあ、回れない。全然回れないわ。落ちな。さらばだ。これアイテムくれないんだっけ、落としちゃうと。黒くしー、これも例によって装備はできないんだけどね。黒騎士の盾が欲しいな、グイン用に。大足はね、どうしても炎のカット率がそこまで高いわけではないので。まあ、死んだらね、スルーしていきましょう。死んだら今はこの月光の体験の強さを体感しつつ。オッケー、さらばだ。お、大野もゲット。さて最後、不走。ほい、メバチがあれば一発かな。青塊と。でどうする、いきなりこいつでも突っ込んでくるは突っ込んでくるんだよね。まあ最初だから、やっぱ魔法デッキか。入った瞬間に塊セット。よし、 OK。 でこの岩をちょっと、うお、起点にして。飲んでる暇はないからな。盾のカットがやばい、貫通した。炎率、炎のカット率高いやつ、龍門章とかか。炎で削られるのが痛いね。ちょっともう大足はいらない。炎85、龍門章か。銀騎士の盾とか俺持ってないよね。だって金騎士がいくつカットするんだっけ。これ70だからな。ここから増えるのはないね。よし、これでいこう。さて、じゃあもう一回いきますか。待って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 、変わってねえし。来た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 。やれ。とりあえず逃げよう。回復する時間がマジでないからな。ここの岩を拠点に。よし、で決勝。決勝がなかなか当たらないね。よし、カット率はいいぞ。やつの攻撃を完全に見切ってからだな、すべては。うわ、ガードが。逃げる逃げろ。スタミナか、スタミナ管理だな。岩挟んで、よし、飲んで
くまでに出して、え、当たった？スタミナがないんだよ。追尾2ついって距離を取る。おお、当たったか。よし、こだ岩陰。おお、これね、出してる暇がないのよ。よし、全然ヒットする。痛い、かわせ。よしよし、ここだ。よし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 、あと5発、きちっときちっと。よし、ここだ。外すな、これだよ。よし、どっちかっていうとさ、もう回避だよね、重要なの。盾がどうとかっていうより、あとワンセット。よし、ここで出す。追尾だ、やっぱり。よーし、追尾強いね。追尾の結晶塊。ただまあ、今回近接はやらないで軍員を倒すことができたんで、まあ結構いい感じかな、いい感じかなっていうか、自分の中ではね。やっぱりね、間合いだね。魔法はね、本当に間合いとタイミング、どうしてもね、ヒットポイントが少ないから、間合いを間違えるとね、すぐ差し込まれて、まあ、死んじゃうんですけど。じゃあ最後ここを灯して魔術師編は終了としましょう。いやー、でもやっぱり面白かったね。ほんとダークソウルは面白いよ。まあね、まだまだダークソウルやっていきたいんで。あ、またこれやっちゃった。なんかそのまま帰ろうみたいなことすればよかったね。1周目と全く同じ結末になっちゃったけど、まあいいでしょう。まあそんなわけでね、魔術師今回やってみましたけれども、どうだろうね、技量はあんまりなんか振らなくてもいいかなっていう気はしましたね。なんか呪術師とかだとね、技量振るとスピードがめちゃ速くなるみたいなんですけど、魔術はどうだろう、実感できるほどのなんか速さじゃないかなっていう気はしました。まあ、その分体力とかに振った方がもしかしたらもっと楽だったのかもしれませんけれども、まあ、一応こんな感じで、魔術師編は終了したいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。次回はまた、別の企画でやっていきたいと思いますので、ダークソウルまたよければ見に来てください。じゃあこれで終了します。